はようございます。今日はちょっとあのね、まあ塗装の職人さんが、ね、塗装をちょっと見たいって言うんで、今ちょっと撮影 NG の方が多いんだわ。撮影 NG が多いわ。なかなか塗装がね、ドレンクってね、慣れるんですけど、やっぱお客さんもやっぱね、まあ、入り口に依頼する人はみんな塗装の依頼で来るんで、まあ、ちょっと今トヨタまで行って、トヨタ本社が1時間ぐらいだな。1時間ぐらい。うん、ちょっと1時間ぐらいかけて、あのね、ちょっとまたそいつも撮影 NG なんで、ちょっとまたモザイク編集大変だと思うんですけど、あのすっごいもうイケメンだしね、12年13年売ってくれて、うん、まあ今2人で塗ってんだけど、ずーっとうちの仕事も専属だよ。本当にまあ雨の日だなんだぐらいでちょっと寄せ抜けるぐらいの職人ですけど、まあ本当にようやる職人で、ようやる時、まあ、丁寧だね。まあ、ちょっと突然行くんで、まだ本人にね行ってないんで、ちょっと本人もびっくりすると思いますけど、390円です。ちょっと行ってみようか。50ボルトね。はい。やかなトヨタ。結構車おるな。久々にトヨタ来たんでちょっとあれですけど、うちあのトヨタ店っていうのもあるんですよ。200m 先、あんまりこっちは来ないけどね。左方向、久々に何分ぐらいかかった？30分40分ぐらいかかった？そんくらいかかったな。完全にもうテンション下がってるんです。何なら帰りたいみたいな。職人に会って、まあ、別件のね、あの撮影以外にもちょっと別件の打ち合わせもあるんですよ。ちょっとでたまたまこの間夜何回か事務所で会おうかって、なんか日程が合わんとね、ちょっと現場でも顔出すわちょっと今、うん、多いな、まあ、トヨタの人も多いのかな。視聴者でトヨタの人がおったらまた教えてください。コンビニある？そうです、ね、あ、そういや、あの、あ、10万人登録行ってね、実際にあの、まあ、ビジネスって言ったらあれですけど、求人道場って今やってて、まあ、結構登録してくれてる人も多いみたいで、200社超えたしたか、あれいつだ、先週か、先週の水曜日ぐらいだよな。200社超えて、俺も今日ちょっと確認したら、あのまだ掲載してるのは100社ぐらいかな。求人道場ってうちの求人じゃないんだわ、あのマッチングで、で何、結局求人を出せる、無料で求人が出せて、でまあみんな見に来てくれるみたいな感じ。今検索もね、もう求人道場で検索かけると7位ぐらいに上がってくるのかな、上に。で建設業専門って入れなくてもある程度出てくるっていうか、あのインディードとかで求人が先に出ちゃうので、道場の求人とかが上に出てきて、そうそう出てくるよな。だってうちの会社の求人も出ちゃうな、先に出ちゃいますね。そうそう、だけど、まあ、その下ぐらいに求人道場建設業専門サイトみたいな、コンビニついた。はい、ちょっと行こうか。では、ね、逆にあのコメント欲しいな、こうやってこういう何日常的な方がいいのか、ちょっと仕掛けが強いぶち込んだようなやつがいいのか、そうですね、ネタっぽいやつがいいのか、どうやったのか、どういうのが見たいかちょっと教えてほしいです、ね、教えてほしいよな。2人おるだろ、お前と2人、あいつ伊藤だな、あいつカフェオレだ、コーヒー飲めんわしか。あ、そう違ったら孫ちゃんでしょ、それ小学校でテレビ見てと主食にさ、日常的な動画撮ってるけど、日常にこれで売るのもしないで近いだろ、遠いわ、しかしこれトヨタスタジアムです。だから何っていうところでもあると思うんですけど、綺麗だね、開閉式だね。絶対おかしいでしょ、お前。嘘でしょ、これでも眠らないでしょ、お前。そう、遠いな。でもお前の運転じゃなかったら半分ぐらい来てもらっちゃう。2チームおるな。
です。お疲れ様です。お世話になります。社長のところで、いろいろお世話になります。もう何年目ですか？まだ早い。まだ3年。いや、もう5、6年ですかね。あ、もうそんなにか、はい。僕もだ、まあ、言ってまだ2、3回目ぐらいですよね。そうですね。5月で3回。4月にあの、一アパートで、ね。いっぱい行きましたよね。はい、よし。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、やべえ、カメラ回ってるからちょっと待って映っていい、はい、映ってまずいモザイクあ、そうです、なんでいいよ前映っただろう、はい、前映ったわ一回だけです、昔映ったわ、はい、あの時と状況が違うすごすぎる、やばい YouTube です、これ4頭、何頭やんの2頭ですね、あんで2頭2頭で分かれて、はい、足場で1回やったよな、ここはい、はい、そうですよ、取っただろ、はい、ミッチがなんかバカみたいな感じでしょだな、バカみたいな感じバカやばいって言うよいやお前どんだけ古いヘルメットかぶった南建設先生、あ、ちょうど1個あるんだ、あとでいるわ、距離上げてくださいっていいよ無骨がやらなかったらもういいよ、もう分離させたるわうちの一人は専属でいいよまあ平が頑張ってくれんと、お前下がお前かぶせよ、だってお前もういい年じゃろ、だいぶ老けたんな、何歳からおる、もう20、もう何、いや10代からおったんちゃう、いや10年ぐらいですね、ちょうど、うちでな、真面目にな、動画、顔映っていいか、モザイクあれ、あ、なんだってお前その1回ぐらいいいだろ、いや1回行って、感触見て、そうだよね、まあ、1回、放送やってると1回、あんまりいいよ、おかしい、生徒の見られたらまずい、こう言われます。結構みんな見とる。みんな見てます。いいや。まず興味。いや見てますよみんな。大丈夫。また声かけると嬉しいじゃん。一回出て。でその次の動画はもうちょっと考えたるわ。一回ちょっと反応見て。じゃモザイクすげえ大変だもんな。めちゃくちゃ大変。一番のモザイク動くやつはな。止まってるやつがいいよ。お疲れ様です。別の動画でちょっとルーティン系じゃないけどなんかダラダラと着ながら撮ったやつがあるな、はい、うん、そっちとちょっと繋がってるんですけど、もう4畳の4畳しか残ってないよ、4畳もう下引くだけです、また来てー、また来てんねお前おかまか何が還元できる、もうでも単価下がってきとってもう原価下げんように努力しよう、お前らもやらなの、えやらなのいや俺ほんとこう考えてもどうだったでしょうか、足場もミッチーがねあそこの現場で足場の解説もちょっと4件並びっていうのはなかなか珍しいと思うので、ね、何解説に動画を撮ってくれてたんですけど、ね、たまたま2社おったんでまあちょっと紹介、ちょっと息子さんの方が恥ずかしくて動画出てないって言って、ね、完全にちょっと怒ってたな、ちょっと怒ってますそんな怒らんでもいいのかなと思ってるのはしょうがないなと思ってっていう感じです、まあ今戻ってますんでまたこの本社戻るか、はい、とりあえず本社戻ってちょこっと作業して終わりか、まあ、他の動画でもちょっと言ってると思うんですけど、もう一回ちょっと、まあ、YouTube の方も今だいぶスタッフも揃ってきて充実してきたんでちょっと時間空いてきたんで、まあ、営業の教育だったらちょっと本社の店長業務をちょっと今兼任して、まあ、やり始めたんでまたちょっと営業系の動画なんかも撮れてたらいいなと思ってます、じゃあぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします、また見てね。